甘いギター。はい、この動画はですね、坂本クリニックをね、見ながら皆さんと一緒にギターの技術向上をね、目指すんですけれども、まあその中でも女子にちょっとモテそうなギターをね、ここでは伝授していただこうかなと思っておりますので、概要欄に貼ってある坂本クリニック一緒に見ましょうか。それではどうぞ。この企画ではね、実はまあ新しくギターをね、購入しました。買ったんですよ、ギターを使って、これ。モテるギターが弾きたいというふうに、モテるギター実は申しましたけど、まあ、大人っぽいと言いましょうかね、まあ、甘い音楽を、奏でるための、ギターテクニックというところですよね、この辺りを深く掘り下げていければいいかなと思ったりしております、まあ、いろんな要素はあると思うんですが、うん、まあこの甘い雰囲気を出そうと思うとやっぱりね、まあ、一つ、まあ、テクニック、いろんなテクニックがあるんですけど、表情豊かに弾くっていうことね。表情豊か、まあ、全体的なその強弱 に、ね、気をつけるっていうこと、これが、非常に大事な要素なんですので、皆さんお楽しみに。これはね、なかなかいい企画やと思います。ありがとうございます。はい、それじゃあ、まあ、第1回目の、動画でね、まあ、前回ね、さっくりは教えていただいてました。これをどうやって出すのかというところね、これを解説ちょっとしていきましょう、まずまあ、使うのは、まあ、ピックを使わずに、右手は、親指人差し指中指薬指この4本使っていきます。はい、この4本ね。で親指が、まあ、コードによって5弦に行ったり6弦に行ったりだとか、まあ、コードによっては4弦に行ったりします。人差し指自体はもう3弦中指は2弦薬指は1弦専属やと思っておいてください。専属ですね。はい、なので、まあ、この形をまずは作るってことね。右手はすぐに弦をつかめるようにしておいて、指を置いた時に違う弦に行ってしまったりしないように、この指の形をもう覚えちゃうっていうことですね。指の形覚える、横から見るとこんな感じ。あんまり力入れずにこういうふうにね、手首がこのボディに近づいてしまわないように注意、軽く、手首は曲がってるような状態。軽く手首は曲がってるらしいよ。それから正面で見た時には、人差し指よりも親指は外にこう出てるようなイメージね。これが中にこう入ってしまわないように注意。結構ね多いですからね、このタイプのフォームの人、これやると親指が自由に動かないばかりか人差し指中指の邪魔になってしまいますので、親指は外に出しておきましょう。まっすぐね、この人差し指のこのラインよりも外側に出して、なるほど、こういうことね。さあで右手自体はあんまり、なんていうかな、上下刺さないような感じ、上下刺さないような感じ、右手はブレ刺さないで、あんまり動いてないでしょ。指をしっかり折り曲げて弾いていってあげるような感覚、普通のアルペジオする時もそうなんですよ。なるほど。右手自体はあんまりこの、上下させない、ぶれさせないようにする、指だけを使って弾いていってあげる。この指は人差し指よりも外に出してあげる。そうすることによって、まあ、この人差し指中指薬指は弦に対してまっすぐこの辺りになる。なるほど。そうすると音がクリアになりますからね、この辺りも重要です、ここはね。はい、じゃあまずは、今のフレーズを、分解してちょっと、練習していきましょう。まずはこの×印を出す練習でございます。はいはい、じゃあね、で×印出す時はですね、この弦がこの指板に当たろうと、ね、フレットに当たろうとがこの「チャ」という音になって聞こえます。まずは、まあ、この音が切れてるようにちょっと、親指の、打ち付け方を覚えて、主にね6弦を叩いてます。6弦一番上の弦ね。で叩く場所っていうのは親指の、爪の、まあ、ちょっと下ぐらいですから、僕はこの関節の、まあ、ちょっと上、これが6弦にこの当たるように、6弦に当たるようにして、やっぱりね、出にくいギターもあったりします。この弦の高さがねちょっと高くなってるギターだとかは、この音がね出にくいです。
ギターのセッティングにもよりますけどね、この音が綺麗に聞こえるかどうかっていうのはね、まあ落ち着ける場所なんかも結構重要でしょ。あんま後ろすると出しにくいですから、サウンドホールの真上ぐらいに行くのが、まあ、甘いサウンドの秘訣じゃないかなと思ったりします。ほらでね、なるほどね、綺麗に出てますよね。はい、それでは、このバツ印の練習です。まずは C アドラインスは、指を押さえといてですね、指はねどうしようかな、何が押さえやすいでしょうね、中指薬が押さえやすいかな最初。この2本でいきますか。はい、中指は5弦の3フレット、薬指は2弦の、3フレット、3、3でございます。はい、でこのように同じフレットに指が2本入る場合はまっすぐでなく斜めに押さえてあげる、指が斜めになるように。で、できるだけこのフレットのすぐ近くね、すぐ近くを押さえること、これ重要でございます。はい、それじゃあ左手はもうこのままこのフォームをずっとキープ。はい、で使うのは5弦、3弦、2弦、1弦ですので、これをまず最初は全部つまみく、つまみく。でこの時、指自体を真ん中にこの集めるような感じで手首の弦を鳴らしてみる。5弦、3弦、2弦、1弦で重要なのはバランスでございます。親指だけが強く出てしまったり、人差し指だけが強く出てしまったりってことがないようにしておきましょう。力が入るときつい音になっちゃいますからね、この辺りもまあ力加減、これが甘いサウンドの秘訣でございます。なるほど。はい、バランスよく出てるか確認しながら1、2、3、4、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 
引く。で、2拍目で取る。また3拍目で引く。4拍目で、なるほど。バツ印。これを繰り返して結構でございます。はい。ちょっともまずはここから行きましょうね。わかりました。毎回このバツ印がしっかりと出るかどうかっていう練習。まあ、だから初回もね、これ絶対、いいと思います。十分やと思います。で、コードを、変えたくなりますよね。C から G6。これね、すごかったです。中指が上に行くだけ。はい、簡単で、右手もほとんど一緒ですけど、ベースの位置が変わりますので、親指は今度6弦に移動します。違いはこのベースの音だけ。はい、で今度は G6 の場合は6弦、こうですね、一番上になりますので、バツ印の時もまあ、G6 のこの6弦を弾くつもりで親指を強めにこの当ててあげると、ね、この音が出ますので、ね、さっきのこの5弦を弾く時とはまた親指、当たるとこちょっと変わってきますけど、今度は親指のこの腹の部分で6弦をしっかりと鳴らしてあげる。ということでございます、まあ、初回はねこの辺りにしとこうかなと思っております。まあ、いきなりはねなかなか難しいと思いますので、まずはこのバツ印を出すこと、うん、バツね、毎回ね、毎回しっかりとそのバツ印が出るように練習の方をしてみてください。また複雑なパターンについては、これをまあどん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 ね、音数を増やして
成形に近づけたいと思いますので、まず初回はここまでにしてきました。はい、甘いシリーズもお楽しみに。それではまたお会いしましょう。はい、基本のところで言うとね、もう指動く一個だけなんで、まあ、なんかいけそうな気がしますんで、もう早速坂本チャンネル殴り込みいきます。ありがとうございました。はい、坂本さんがねあちらで見てますが、あのもう気にせず僕は練習していきますんで、でですね、とりあえずなんか簡単なアレンジですね。ドンチャドンチャドン、まあ、気になって僕のギター全然入ってこへんと思うけど、みんな聞いてね、これですね。ドンチャドンチャ、まあ、これ多分ねめっちゃ簡単、みんなできると思いますんで、メドローを使って練習しましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。これね、フォーム気をつけた方がいいね。多分坂本さんも言うてたけど、親指のテンポ上げましょうか。多分ね皆さんもほんまにすぐできると思います。僕もすぐできちゃったので、人も甘いギター弾いていきましょう。じゃあ、坂本さんの動画でお会いしましょう。それではまた。